花角知事のもとを訪ねたのは新潟市に拠点を置くダンスチームチビユニティのメンバーですチビユニティは先月アメリカ・ロサンゼルスで開かれた世界的なダンスコンテストのジュニア部門で史上初の4連覇大人部門では初出場初優勝を飾りました 花角知事は大会の映像を見て、新潟を拠点に活動しているチームが世界のトップに立ってうれしいと健闘を称えました。県民の皆さんに応援していただいて、できた優勝だと思いますので、本当にありがたい気持ちと、そしてこれからもうちょっときちんと頑張っていかなきゃいけないなと、社会的に価値のあるダンス文化を構築したいななんて思ってちびユニティは今後、5連覇を目指すとともに。 世界での活動の幅を広げて、新潟に貢献していく考えです。